フランク・シューはアメリカ合衆国の天文学者、天体物理学者、カリフォルニア大学バークレー校とカリフォルニア大学サンディエゴ校で天文学の教授を務めている。また、中央研究院の院士である。フランク・シューは石膏省運修士英科圏に生まれた。父親の主旨園 SYU は数学者であり、1970年から1975年にかけて、 国立聖火大学の学長を務めた。フランクはマサチューセッツ工科大学の物理学課程を1963年に卒業した。在学中、フランクはチアチアをリンと共に銀河の渦巻き腕に関する理論を構築した。その後彼は1968年にハーバード大学において天文学の学位を取得した。 1984年から1988年にかけてカリフォルニア大学バークレー校の天文学科長を務めた。また同校に加えてニューヨーク州立大学ストーニーブルック校でも教員職を務めている。2002年2月から2006年2月には国立聖火大学の学長を務めた。さらに2006年には カリフォルニア大学サンデー語校に特別教授として招かれ国際的にも顕著な優れた能力を持つ教員にカリフォルニア大学システムから与えられるユニバーシティプロフェッサーの称号を与えられた。またカリフォルニア大学バークレー校の名誉教授でもある。1994年から1996年までアメリカ天文学会の会長を務めた。フランク州は・シュは 隕石の起源、誕生直後の星の進化、渦巻き銀河の構造など、天文学の幅広い分野における理論的研究の先駆者として知られる。彼の論文のうち最も引用数が多いものは、巨大な分子雲の重力崩壊によって星が形成されるメカニズムを議論した1977年の論文であるインサイド、アウトモデルあるいはシンギュラーアイソサーマルスフィア。 モデルとして知られるこの理論はその後の構成や惑星の形成に関する研究の礎となったこのモデルでは等温で半径の事情に反比例する密度構造を持つガス球が中心部から重力崩壊するこのモデルでは半径ゼロの点で密度が無限大に発散してしまうため物理的にはありえないものであるがそれ以外の点では物理的振る舞いを よく表現している。フランクはまた、非常に、若い星の周囲の原子惑星系円盤の構造や、そうした星から吹き出すジェットや、恒星風、隕石に含まれる、コンドリュールの形成メカニズムについても、理論的研究を行った。フランク衆はいくつかの書籍を執筆している。フィジカルユニバース、アンイントロダクションツーアストロノミーは、世界中の大学で、 天体物理学の標準的な教科書として使われている。また The Physics of Astrophysics v o l I ラディエーションと The Physics of Astrophysics v o l 2ガスダイナミクスは大学院生向けの天体物理学の教科書である。ありがとうございます。